朝起きると手がしびれている、またこわばって動かない、手の感覚が鈍い、肘から先がしびれる、長時間同じ姿勢でしびれてくる、ということで今回は手と指のしびれ、そもそもしびれとは何なのか、その原因と改善ができるストレッチをご紹介していきたいと思います。はい、テラピスト接骨院の加藤浩二です。いつも動画のご視聴、高評価、コメントありがとうございます。今回紹介していくストレッチは、実際にテラピスト接骨院に通っていただいているお客様にやっていただいて、痛みがなくなった、動きが良くなったなどの嬉しいお声をいただいているストレッチになります。ぜひあなたの悩みを一緒に解決していきましょう。でははじめに、しびれとはどういう状態なのかの解説をしていきます。しびれとは3つの要素、感覚低下、運動麻痺、感覚異常が引き起こって、しびれたようなジンジンするような感覚が出ます。次に原因ですが、手の指先のしびれの主な原因は体の血行不良です。次に、使いすぎによる神経の攻略でもよく起こります。よく手を使う人、よく重いものを持つ人などの繰り返し外力などによって、手の神経が圧迫されて、神経が麻痺して、しびれや運動障害などが起こります。しびれが出やすい方は、指先や手に力が入りやすい傾向があります。特に日常生活の中でも手を使っていると、どんどんしびれや痛みが強くなるという方は、手に力が入り筋肉が硬くなって疲労がたまることでしびれにつながります。今回は手と指のしびれに対するストレッチをご紹介いたします。ではセルフチェックをやっていきます。まず体の正面で両手の甲を合わせます。そのまま数秒程度その状態を保ちます。で、数秒程度、数秒以内に手がしびれたり痛みが出たり、もともとあったしびれが強くなっている感じが出てきます。ではストレッチを行っていきます。一つ目は、手と体の力を抜く手のブラブラ運動です。まずは立った状態で、片側に体重をかけ、手をだらんと垂れ下げます。そして、力が抜いた状態であれば、重力で手が下がります。そして、垂れ下げた腕の付け根、肩のあたりですね、ここに手を添えて、肩から揺らぎが伝わるように手を下にブラブラさせます。これを30秒行っていきます。それではポイントを説明していきます。まずは、手の先から肩ですね、手の先から肩に伝わるように、手をブラブラさせます。これは次に、早すぎずゆっくり行います。そして、最後は大事なのは、深呼吸が大事なことです。はい、これは、力が入ってうまくできない方は、まずは、手を力を抜く練習から始めるといいです。それは手をぶら下げて重力に腕を預ける感覚です。そしたら反対も行っていきます。お疲れ様です。では2つ目は、手関節のストレッチを行っていきます。はい、これは、前腕の腹筋群、心筋群のストレッチと、手首の関節が締まります。そして姿勢改善にもつながります。では行っていきます。体の正面で両手を
合わせて手を下に向けます。そしてそのまま、上に引き上げていきます。これゆっくりですね。その状態で、30秒キープして、で力を抜いて下ろします。この時のポイントです。これは両手を下に向けた時に手首の方の両母子球、両小子球をしっかり合わせることです。そして手を引き上げる時に体につけたまま引き上げます。そして顎を引いて胸を張ることで姿勢改善にもなります。そして深呼吸も忘れずに行ってください。はい、最後にセルフチェックを行っていきます。体の正面でまた両手の甲を合わせます。これで、ストレッチ前よりしびれ感、痛い感じや違和感が少しでも和らいでいたら OK です。皆さんいかがだったでしょうか。しっかり体の仕組みを知って根本的な原因を治していけば、あなたの体は必ず良くなります。症状が楽になった、この症状は何ですかなどの感想や質問がありましたら、一度コメントでお知らせください。またこの動画に限らず、ストレッチを行っても痛みが引いていかない、むしろ症状が強くなるなどがありましたら、別の原因が考えられるので、一度専門家へご相談ください。テラピスト接骨院は現在愛知県で3店舗展開しております。症状が良くならないなどの方がいましたら、お近くのテラピスト接骨院までお尋ねください。それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。